木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、すごくないですか。はい、今日はですね、コンビニの大体7月の新商品を買ってきました。はい、全部で40品あります。はい、今回もね、いろいろありますね。でもなんか、冷やしみたいのがちょっとありますね。はい、デザートもあるし、パンもあるし、お弁当もいっぱいあって、めっちゃ美味しそうです。コンビニはですね、今日もセブン、ローソン、ファミマの3店舗です。じゃあ、食べたいと思います。いただきまーす。すごいですね。1日1品食べても1ヶ月で終わらないんですからね、これ。じゃあ最初は体のことを考えて、サラダです。これはセブンイレブンのサンチュとサンリック産わかめの塩チョレギサラダ。めっちゃ美味しそうね、作っとるやん。これまた体に良さそうですね。わかめとかも入って。ソースはこんな感じですね、これは。どんな味なんだろう。あー、出た出た。こちら側のどこからでも切れないやつ。こういうことになるんですかね。誰が悪いんだ。誰も悪くない。こういうのってね、無性に腹が立ちますよね。もう深追いすればするほどストレスなんで、さっさとハサミを取りに行った方が賢いと思います。そして刻み海苔もついています。わー、めっちゃいい香りする。ごま油の香りがするかな。美味しそう。うん、やっぱごま油系のドレッシングですね。わかめの食感がいい。チョレギってどういう意味なんやろ。まあ、さらっとしたやつからいきたいんで、セブンイレブンからですね、だし割りとろろを味わうとろろ玉そばです。私ね、コンビニのこのとろろ系の麺類が好きですね。おお、とろろと温玉とオクラとなめこ入ってます。美味しそうです。とろろめっちゃ美味しそう。温玉も潰しました。はい、美味しそうですね。うん、あー美味しい。お蕎麦がね、ちゃんと美味しい。このタララ、タララじゃないわ。このとろろと、このタレの味がすごい良かっとる。甘辛くて美味しいですね。ネバネバだらけだ。オクラとかナメコとか入って。うん、めっちゃ美味しい。こういうものから食べてね、体も慣らしていかないとね。残ったとろろを飲むのが最高です。まさにとろろは飲み物。次はファミリーマートから出てます、トルティーヤ牛焼肉。全粒粉って書いてますね。全粒粉だと何がいいのかわからないですけどね。うわー美味しそう。お肉がたっぷり詰まっとる。うん、美味しい。なんか焼肉がちょっとなんか甘いタレとマヨネーズが混ざったようなソースで、中にはこうキャベツの細い千切りが入っとって、歯ごたえも良くて美味しいですね。うん、このトルティーヤすごい柔らかくて美味しい。ん？この生地、包んだら生地。トルティーヤはこれ全体のことか。先に温めとったけ、そろそろね、冷めてきたらいけんけ、ちょっとあったかいやつを食べます。で、セブンイレブンからです。チャーハン&おかず弁当。あ、チャーハン&中華おかずか。チャーハンも中華なんやから、最初に中華って言えばいいの。細かいことが気になってしまう。サンドイッチあたりに手を出してみようかな。ミックスサンドです。これは、ローソンですね。今出るの？ですね。ミックスサンドとか普通に昔からなかったかな？パッケージが変わったってこと？うん。美味しい。あ、写真撮った！私これ食べようとしとったんやった。やばい。これ開けるだけ開けて食べた気になっとった。マジでやばい。危機感感じる。チャーハン、唐揚げ、卵のきくらげ炒めみたいな。で、紅生姜が一瞬も入ってますね。うん。チャーハン美味しい。味がよくついてて美味しいです。シューマイ、うん、からしが辛いのがいいよね。ご飯ブワーって食べたくなる。チャーハンって箸で食べにくいよね。わかるー。
じゃあちょっとね、この食べかけのサンドイッチを食べましょう。あ、そうそうそう、あと忘れとった、今日のドリンクを忘れてたんですよ。今日はですね、スタバのストロベリーフレンチバニラ with ストロベリークラッシュです。美味しそうですね。めっちゃ美味しい。なんか濃厚ないちごチョコミルクって感じ。フレンチバニラ、どういう意味だろう、フレンチバニラって。なんかそれでいちごの果肉が潰したやつが入っとって、めちゃくちゃ美味しいです。バニラのフレーバーもしますね。幸せ。ローソンのサンドイッチ美味しい。パンがふわふわしっとり。で、次はこちら、エビチリチャーハン。ちょっととろろがね、なんか壊れとったわ。セブンイレブンですね。セパレートタイプですね。これをかけると、うぅ、おいしそう。はい。はい。わー、おいしそう。うん。ちょっぴりピリ辛でおいしいです。エビがプリプリ。結構辛い。次は味しみ肉豆腐、セブンイレブンからですね。わあ、めっちゃ美味しそう。お肉が美味しそう。人参もね、お花の形に切ってあって、すごく芸が細かいですね。わあ、しみしみです。うん、美味しい。なんかお豆腐がいい感じのカツさんに似てあって、味が染み込んでてめっちゃ美味しいですね。まあ、割るとこんな感じです。これはダイエット中だけどお肉は食べたいという人にいいですね。で、味しみ卵のカツ煮です。これはセブンイレブンですね。うん、卵とカツと玉ねぎの味が染み込んでて美味しい。これファミリーマートですね。お母さん食堂のガーリックペッパーソースハンバーグ。ご飯と食べたくなるね。これでもおかずだけのやつね、糖質制限してる人にありがたいですよね。まあこれスパゲティ入ってるけど。ハンバーグでっかいなぁ。うん。あ、ガーリックペッパーが効いとって美味しい。ファミリーマートから塩麹仕立てのサバほぐしご飯。美味しそう。サバいいね。サバって旬のお魚なのかな。うん、サバってほんとお米にやっぱり合うね。うちご飯なんか蒸しご飯だ。セブンイレブンですね。唐揚げと夏野菜の甘辛ソース。夏野菜ってね、ちゃんと旬も取り入れてていいですね。やっぱりどうせならその季節に一番美味しいもの食べたいですからね。うん、唐揚げ美味しそう。うん、わあ、甘いあんかけがめちゃめちゃ美味しい。酢どりっぽい、ちょっとでも酸っぱくはないけど。ナス美味しい。あ、これは絶対温かいうちに食べないと。ローソンかな。鉄板焼き角切り豚チヂミです。チヂミのタレ、おたふくソースから出てるやつや。おたふくソースってお好み焼きとか粉物。あ、チヂミも粉物か。でもこういうのも作っとったんや。美味しそう。うん、豚が入っとって美味しい。私ね、パリッとしたチヂミが大好きなのに、まあこういうチヂミも好きだけど、私がより好きなのはパリッとしたチヂミ。焼きたてしかならんよね。で、次はミニマート大盛り塩焼きそば。でっかい豚が乗っています。うん、塩だれうまい。なんかね、麺に歯応えがしっかりあってすごい美味しい。
屋セブンイレブンですね。大盛りご飯5種唐辛子四川麻婆丼。辛いのかな、おいしそう。四川フォアジャオもかけます。うん、辛い、結構辛いですこれ。うん、はあ、美味しいけど辛い。完食です。今日ずっと眠かったけど目が覚めました。こちらセブンイレブンですね。期間限定黒和牛の牛めし。美味しそうだこれ。でもなんか740円ってちょっと安い気がする。もうちょっとしそうな気がするんだけど。牛肉の脂の乗り具合が最高。甘い醤油で味付けされとってめっちゃ美味しい。うん、牛肉最高。で下にはこのごぼうがありますね。牛しぐれって感じ。うん、あ、このインゲンのやつなんか懐かしい。自分じゃ絶対作らんやつや。美味しいけどね、インゲンのごまえみたいなやつ。じゃあローソンからですね、ポン酢で食べる豚しゃぶとろろ丼。とろろもんが、あ、なんか勝手にうどんって勘違いしとったけどご飯だ。しかも麦ご飯だ。麦ご飯大好き。とろろ丼って書いとるやん。じゃん、できました。ポン酢で食べる丼って珍しいね。うん、おいしい。さっぱりですね。柚子胡椒めっちゃ合っとる。ローソンからです。すだちおろしうどん。おお、お店で食べるようなうどんです。ほんとコンビニのね、進化工夫ってすごいですよね。こんなんお店行かんでええやんってなるもん。まあ行くけどね。うん、おいしい。でも私は冷凍うどんの方がコシがあって好きだな。冷凍うどんってめっちゃうまいよね。じゃあ最後の麺ですね。じゃあローソンのひんやり生パスタ枝豆のポタージュ風。いや、さすがおしゃれですね。いや、ローソンは私の中で一番おしゃれイメージ強いです。すごーい、枝豆のポタージュだって。美味しそう。麺もちゃんと細い、なんていうんだっけ、カッペリーニだっけ。超細いやつですね。冷たいパスタにはこれが合うんですよね。うん、美味しい。あ、枝豆のソースって合うんだな。ずんだの味、まあ、枝豆だからそれはずんだだろうけど、洋風ソースの味もあって枝豆の味もちゃんとあって美味しいです。おにぎりは1,2,3,4,5,6,7、 まあ手巻き寿司入れてるんですけどね、7つです。じゃあまずはセブンイレブンですね。もち麦もっちり明太昆布。いやー、もち麦シリーズ美味しいんだよね、セブンイレブン。うん、ちょっといっぱい袋に入れて持って帰ってきたけどちょっと形が歪んでます。うん、明太昆布美味しい。これはおにぎり屋ローソンですね。明太クリッチ、かっこ明太クリームチーズマヨ。洋風です。うん、明太子マヨネーズにクリームチーズが加わってさらにコクが出て美味しくなってます。これセブンイレブンですね。今出るの焼き鮭です。何が新しくなったんだろう一体。なんか茶色い。あー、なんかちょっと違う。醤油塩って書いてある。焼きおむすびじゃないんだよ。おいしそう。普通に美味しい。ちょっと私には他の焼き鮭とおにぎりとの違いが分かんなかった。鮭がでもむっちゃたっぷり。セブンイレブンもち麦もち炙り焼きサバおむすび。やっぱサバって旬なんですね。うん、
シソの香りする。美味しいです。次はファミリーマートやみつきうまめしタレ飯うなぎ風味だって。うなぎは入ってないんだあ、でも中にうなぎ風味かまぼこが入ってる。おもろい。うん、うなぎの風味が少しする。かまぼこ美味しい。なんかかまぼこなんだ。なんかとろとろ。次はファミリーマートのおむすびホタテつくしです。うん、ホタテの風味がしっかりします。ちゃんと真ん中にホタテが入っとる。で次はセブンイレブンですね。キムチ納豆巻きオリーブオイル入りです。キムチ納豆巻きは前からあった気がするけど、オリーブオイルは入ってなかった気がする。うん、納豆巻き美味しい。ピリ辛です。はい、パンコーナーに突入です。ちょっとね、画角を変えました。1、2、3、4、5、6種類です。はい、じゃあまずは、あ、これ美味しいやつですね。でも前からあるような気がします。今出るの？セブンイレブンの卵本来に優しい甘さ、しっとり卵蒸しパン。タイトルが長い。あー、いい匂い。うん、グッドスメール。はい、美味しそうですね。おー、うん、めっちゃふわふわ、美味しい。次はセブンイレブンですね。しっとり食感の渦巻きパン。なんか素朴な感じする。うん、美味しそう。デニッシュって感じの香りする。うん、しっとり食感だほんのり甘くて美味しい。セブンイレブンですね。ベイクドチョコリング。うん、たっぷりチョコ風味です。で、次はもちもちチョコブレッド。パンはセブンイレブンばっかりだな。おー、もちもちですね、これは。もちもちですね。うん、美味しい。もちもち。まるでもちを食べてるような。セブンイレブンの具材増量コロッケパン。コロッケ 20% 増量です。太っ腹ですね。はみ出ています、コロッケが。うん、おいしい。ずっしり。このコロッケ大きいね。これはローソンですね。塩バニラメロンパン。私は塩系が好きなんですよね。美味しい。しかも中にクリームが入ってます。ホイップ。次はファミマベーカリーレモンパイです。うん、レモンの風味がして美味しいです。もうちょっとサクサクしてほしいかな。次はレモネード蒸しケーキです。レモネードってトルネードみたいですね。まあ美味しそうだし可愛い。見てください、真ん中にレモンの輪切りが。おしゃれ。綺麗な黄色ですね。蒸しパンです。次はセブンイレブンの白いわらびバニラ。なんかやっぱ40品でさすがに疲れてきます。結構疲れてきた。あー、ちょっと温まっちゃって、わらび餅が破れちゃった。めっちゃプルプル。もうわらび餅ってやっぱもう本当にプルプルですね。いい。うん、バニラの風味がしてめっちゃ美味しい。うん、はい、このカップデザートに突入です。じゃあまずはセブンイレブンのカフェラテゼリーです。前からあったような気がするな、これも。うん、プルプルです。うん、ほろ苦がコーヒーの味がして美味しい。うん、ゼリーの上になんかカフェラテのムースみたいのが乗っとるって感じ。はい、この4つはね、全部ロース
のカップスイーツですね。私これ好きなんですよ。じゃあこっちから食べていきましょう。夏モンブラン、クズ風ミルクゼリー。今までは普通のモンブランがあったよね。夏バージョンリニューアルしたんだ。あれなんかこれかわいい。ちょっとなんかトランプのマークがみんなちょっとイメージされてる。これはなんかあれですね。クローバー。おぉ、クズ風ミルクゼリー。へぇ、クリームはクズなのかな。普通に中はスポンジだった。うん、美味しい。でもモンブランより重たくない気がする。夏仕様になってる。うん、下がくず餅だ。次は夏いちごのティラミス。夏いちごって初めて聞いた。うん、美味しい。甘酸っぱい夏ティラミス。このカップケーキシリーズめっちゃ美味しいよね。私大好き。うん、この苦い感じでゼリーが入ってますね。うん、じゃあ最後はとろけるクリームのいちごショート。美味しそう。うん、ちゃんといちごショート。いや、いちごショートって美味しいよね。なんかスポンジがシュワッとしてる。それでは最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。でも7月だけでも新商品の量がすごいです。もう1日1個食べても終わらないです。次の月になっちゃいますね。うん、今日食べた中で一番美味しかったのは、結構迷いますね。とろろの乗ったお蕎麦が美味しかったかな。なんか意外とヘルシーなものを選びましたね。あれもセブンイレブンの牛肉が乗ったお弁当もやっぱ美味しかった。デザートではもういちごショートが一番美味しい。あのローソンのカップケーキがね、一番お気に入りですね。コンビニスイーツで、このストロベリーフレンチバニラ with ストロベリークラッシュスターバックスの、これもめっちゃ美味しかったです。なんかいちごチョコレートのドリンクって感じがした。とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。今こうやってこうやることを利用してね、背伸びした。ほんと最近肩痛い。寝不足かな。じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん、うがい手洗い忘れずに毎日健康に過ごしましょう。バイバーイ。